メサラジンは、メサラミンとも呼ばれる、抗炎症薬の一つで、海洋性大腸炎、クローン病の炎症を治療するのに使用される。5、アミノサリチル酸とも言われる。結核の治療薬パラアミノサリチル酸の一位生体。商品名は、アサコール、ペンタサ、リアルだ。アサコールは2009年に錠剤として販売され始め、ペンタサは、錠剤、顆粒剤、座剤、中腸剤、 リアルダはフィルムコーティング場として販売されている。元来使われていたサラゾスルファピリジンの副作用を解消するために開発された。サラゾスルファピリジンの成分の内副作用の原因となっていたスルファピリジンを除き有効成分をアミノサリチル酸のみを取り出した治療薬。大腸に届く前に小腸で吸収されてしまうことも多いためペンタサでは 腸溶性の被膜コーティングを、アサコールでは、PH 依存型の被膜コーティングを施行し、胃では溶けずに、小腸から大腸にわたって徐々に溶けて、大腸に到達してからの ASA が放出されるように工夫されている。リアルダは、PH 依存型コーティングに加え、マルチマトリックスによる大腸全域における除蜂性を持つ。5、ニトロサリチル酸を水酸化カリウム。 ラネーニッケル触媒と反応させることによって構成。5ASA の構成、20世紀最大の発見、奇跡の万能薬とも称されることもあり、中学卒業時から長く海洋性大腸炎を患っていた安倍晋三がこの薬で飛躍的に症状が改善したと報じられ、復活したことで注目を集めた。一般的な副作用は、下痢、吐き気、痙攣 腹の張りであるが、稀に、頭痛、症状の悪化、超過便反応、脱毛、急性膵炎、肝炎、ネフローゼ症候群、血液疾患が起こることもある。サラゾスルファピリジンより副作用は少ないが、稀に以下の副作用が起こる。重大な副作用は、である。ありがとうございます。